ハニューさんが5から6月のファンタジーオンアイス4都市12公演にすべて出演。フィギュアスケート男子の冬季オリンピック五輪2連派王者でサッカープロ転校。先月26日にはスケーター史上初の東京ドーム公演を行ったハニューさん28が今年もアイスショーファンタジーオンアイス5から6月に出演することが3日発表された。 5月26日から28日の千葉マ張イリーベントホール公演を皮切りに、6月2日から4日は宮城リフ町の積水ハイムスーパーアリーナ、同16日から18日は新潟市の時メッセ特設リンク、同23日から25日は神戸ワールド記念ホールで開催される。全国4都市12公演。そのすべてにハブさんは出演する予定となっている。他にも18年平イ五輪代表の田中圭司さん。 28. 打計6人が全公演に参加する。女子で06年鳥の五輪金メダルの荒川静香さん。41。和千葉と宮城。平山五ゴに4位の宮原智子さん。24。和新潟と神戸会場で舞う。コメント。今年の FOI も素敵なショーになること願ってます。羽生譲さんがプロになって初めての FOI ですから、どのようなものになるか楽しみにしています。 ジョニーやハビなど仲間たちとの共演も期待してますし、単独賞とはまた違ったフィギュアスケートの素晴らしさを与えてもらう喜びを感じながら観戦したいと思います。ぜひ地上波で放送をお願いしたい。どこか一つでもいいので、他の賞は地上波でやってたりもしますから、ハブ君は一生懸命たくさん賞に出てはくれていますけど、有料などの方で放送があったりするので、一般の方に見てもらいにくい状況になっています。 こりゃあ,あ、ハブ選手、プロになり自由を手にしたから、どんなん、なっちゃうんだろう楽しみすぎるでも、きっと、激戦だね。ハブ選手が出ると、アイスショーの格が上がるね。出ると、出ないでは、大違いだ。もう、スーパースター。ギフトの要因が、まだ脳裏にぴったりと焼き付いて、離れがたいのに、ノッティの舞台裏3月5日。頭、切り替えて、パオイ、うわぁ、大変だ。 どうする、ハブ忙しい、忙しい。でも、会いたいなぁ、楽しみ。頑張って、ついていく。幕張と時メッセのプレミア席はアイクリ限定だそうです。さすがにハブくんのお膝元である仙台のプレミア席をアイクリにしか売らないとなったら他のファンがぶち切れるでしょう。またアイクリのほぼ独占化。特に幕張はわずかな天井席を奪い合う倍率。ディズニープラスで配信をお願いします。